こんにちは。今日はですね、ひーちゃんと一緒にご飯を食べに行ってコスメをたくさん見に行こうかなと思い、前々から決めていたんですけど、超楽しみ。なんかこの前も遊んだんだけど、その時動画撮れなくて、今日はひーちゃんも映っていいよということなので、一緒に動画撮っていきたいと思います。で、今日のリップはこちらです。この前マックのコラボでちょっと名前忘れてしまったんだけど、このパッケージのやつね、これすっごい私お気に入りなので、こんな感じ。名前はですね、スウィックという名前の色味です。こんな感じ、超いい私好みのカラーですね。で、もうすぐその待ち合わせ場所に着くので撮っていきましょう。楽しみ。じゃん、やっほー、しーちゃんです。でね、今日ね、私いつもお酒飲めないんだけど、初めて頼んだ、これなんだっけ、生グレープフルーツサワー。やばい、緊張する。じゃ乾杯しましょう。乾杯。いただきます。はい、え、おいしい。薄めだから。今は普通のグレープフルーツジュース。うん、入ってるよ。味が、うん、あ、なるほどね、うん、美味しい。え、めっちゃ美味しいんだけど。薄めで頼めば飲めると思う、何でも。すごい、やった。で、見て、サムギョプサルにしました。イエーイ。かわいい。じゃーん、やばい、美味しそう。分厚い。ご飯食べ終わりました。てかさ、すっごいさ、思ってたんだけど、うん、意外とちっちゃいね。思った。思った。なんかさ、前回さ、まなちゃんの方がさ、低くなかった。私ちょっとヒール入ってたからかな。え、まなちゃん何センチ。私は162。嘘でしょ。うん、多分そんくらい。151しかない。あ、そうなんだ。そう。でもさ、ちっちゃい子の方がいいんだよ。160もいいよ。イエイじゃない、全然イエイじゃないよ。何がイエイなの。そうで、今私ね、大量にコスメをしーちゃんから教えてもらって買いました、うん、楽しみ動画。ちょっと頑張ってやってみる。はい。で、今からチモティとあとユウスケくんに会います。そのため新宿に移動しましょう。はい、はい。めちゃめちゃ照らされてるけどね。ご飯食べて今日頑張ってお酒飲んだ私は。でも意外といけたよね。いけたね。行ってもアルコールの量を減らしてもらってるからなんですけど。でも楽しかった。ありがとう、ほんと。はい。俺ちょっと居酒屋とかですか。この後それ一応あります。これ一気にお店に使います。ほら、なんかいきなりいる。私もありますけど大丈夫です。ドマドマとか。あ、いいです、大丈夫です。参戦しました、近くにいるということで。ということで、しーちゃんありがとう、本当に楽しかった。また遊びましょう。はい。では、あ、じゃあ閉めてもらっていいですか。はい。じゃあ皆さん、また次のところでお会いしましょう。バイ。はい、ちょっとね、チモティがせっかくエンディングしてくれたんですけど、まだみんなに伝えてないことあったので、軽く私がお話します。もう今日超楽しかった。なんか数年、もうほんと数年ぶりに新大久保行ったんだけど、その前行った時はコスメとかまだよく分かってなくて、お金も全然なんか余裕がなくて、もう中学生ぐらいだったから、なんか、あんま面白くないっていうのが印象だったんだけど、今日行ったらもうめちゃめちゃ面白かった。なんかもういろんなものあるね。で、いろいろ結構買って、はい、しーちゃんにもこれいいよって教えてもらって買って、もうほんとお姉さん的存在で、すごい楽しかったです。なので、またね、あのメイクし合ったりする動画も撮ろうって言ってくれたんで、これから楽しみで、この今日買ったものはちょっと紹介しながらメイクとかもしていきたいなと思うので、ぜひ気になる方がいたらチェックしてみてください。ということで、今回のビデオは私が初お酒飲みの動画でした。すごいね、うん、よかった、美味しかった。これからなんか飲みやすいお酒とかあったら、知ってる方いたら教えてください。ということで、今日の動画は以上になります。では、おやすみなさい。バイバーイ。